ありがとう。でも、なんか変な感じ。学校へ行く時とか、いつも一緒に寮を出るでしょ？別々に出て、駅前で待ち合わせっていうのが、なんか新鮮っていうか。私も。ちゃんと合流できるか少し不安で、最後走ってきちゃった。お金、時間、マーニー、なんかの話で聞いたとき、そう言ってたんだもん。あっという間に捕まっちゃうよ。そういう問題？そういう問題でもないってば。いきなりスケールダウンしたね。私が協力するって言えばやるの？他の人のためならなるつもり？なんか中途半端にリアルな例えで嫌だな。でも貯金箱っていうのはいい線だと思うよ。たまもちゃん割とそういう小物に凝る方だから。いろいろあって迷っちゃうね。ないけど退屈じゃない？そう？それわかる。
私もこの前、中庭の芝生にござ敷いて、一日中ぼーっと日向ぼっこしていたいなって思ったの。あ、もうひどい。笑うことないのに。白鷺くんなら分かってくれると思ったのに。実は、たまもちゃんにも同じこと言われたの。そう。え、何が？それで反省しちゃうのもどうかと思うな。でも今は暑いし。中庭で？ものすごく。それに私また溺れちゃう。そうとは限らないんじゃない？世の中何が起こるかわからないよ。きっとたまもちゃん喜ぶよ。白鷺くん？疲れさせちゃったかな。ごめんね、迷ってばっかりでなかなか決められなくて。
ありがとう。そんなこと、とっても楽しかった。まだ終わってないけど、いい誕生日だったって思うよ。そこまでしなくて。今日は寮でパーティーしてくれるんでしょ。プレゼントならその時にみんなで。ありがとう。でもその気持ちだけで十分だよ。なんかじゃ、ただそこまでしてもらうのは悪いなって。本当にいいの？向こうに戻ってからで平気。うん、ありがとう。私贅沢だから。だって思い出はお金では買えないでしょ。これがあれば思い出を形にして取っておけるもん。じゃあ早速。7月13日、白鷺くんと一緒に出かけました。白鷺くんが手に持っているのはチョコレート。たまもちゃんへのお土産です。白鷺くんがプレゼントしてくれたのはね、カメラじゃないんだよ。カメラを使って残しておきたくなるような素敵な思い出。ありがとう。本当に。帰ろう。そろそろたまもちゃんがお茶を飲みたがってる頃だと思う。お疲
れ様。それすぐたまもちゃんにあげに行くでしょ。じゃあ。あ、お二人さん、ちょうどいいところに。やったね、二人とも。今しがた、進藤先生から連絡が入ったよ。明日決勝戦をやるから、いつも通りの時間に学校に来いってさ。おめっとさん、頑張った甲斐があったね。まあまだ決まったわけじゃないけど、とりあえず最初のハードルはクリアだ。これで目標達成だね。私ちょっと用事を思い出しちゃった。ごめん。ほのか？好きな人がいるの。なんでもない。大丈夫、平気だよ。ごめん、心配しないで。本当なんでもないから。白崎くん。
違うの。嘘みたいで。おかしいね。嬉しいのに、嬉しくてたまらないのに、涙が止まらないよ。これ、夢じゃないよね。人がいるって言ったの。うん、別の学校。あの時話したのは昔の夢。同じ高校に進んで、それで。でも彼女いたの。だから、わざと遠くの学校を選んで、寮に入って。佐野くんにね、あの時、そう言って断ったの。だから、白鷺くんにも同じこと言わなきゃいけないと思って。ごめんね、嘘ついちゃって。でも、いいの？佐野くん、気まずくなったりしない？
私ってそういう運命なんだと思った。前の時も全然気づいてもらえなかったもん。それでいいと思ってたし、好きな人いるんだから。白鷺くんのことだってちゃんと祝福してあげる自信あったんだよ。でも最後の最後で限界突破しちゃった。一日中一緒にいて優しくしてくれた後だったからかな。白鷺くん合格が決まってとうとう先輩にって思ったら、うん、でももう最後じゃないよ。まあ別にいいけど、またしばらく女子校で苦労する羽目になろうと、必死こいて勉強したのが全部無駄になろうと、私が損するわけじゃないもんね。いれば他には何にもいらないのよね。タマモちゃん、白鷺くん、向こうに行けばクーラーが効いてて個室で驚愕だったっていうのに。はいはい、ごちそうさま。あの私もそれくらいだったら我慢できる。それよりはその白鷺くんがいてくれる方が。ああ熱い熱い、ただでさえ熱いのにやってらんないわ。はいはい、お邪魔虫は退散するわよ。好きなだけイチャイチャしてなさい。しないよ、そんな。白鷺の顔見てみれば、イチャイチャしたいって書いてあるわよ。まったく、二人揃って大バカだわ。
うす？どこへ？隣の部屋に決まってんじゃない。もう怒るよ。何の話？なんだか一学期は忙しかったね。何？そんなの力を込めて宣言しなくても。私もない。隠すことも我慢することも諦めることも忘れることも無理することも全部なくなっちゃった。だったら最初から隠そうとも我慢しようとも思わないで済んだよ。ほのか。ほのか。なに？よしき。ダメ？どうだ？それ、私も。私、この名前、大好きになれそう。
システムデータをセーブする？セーブが終わったよ。